御堂筋、御堂筋は、大阪府大阪市の中心部を南北に縦断する、街路。国道25号及び、国道176号の各一部に指定されている。現代の大阪市における、南北幹線の基軸である。名前は、北御堂、西本願寺津村別院と、南御堂、東本願寺南波別院の二つの寺院が、沿道にあることに由来する。 大阪市の北方の玄関口梅田と南方の玄関口南場を船場、島の内経由で結ぶ全長4027メートル、幅43.6メートル、24間、全六車線の幹線道路で日本の道100線の一つ。交通量が増加したため1970年、昭和45年、大阪万博の開催を機に国道1号、 国道2号と交差する梅田新道交差点により、南の全車線が南行きの一方通行となる。平日の昼12時間の交通量は、自動車28000から38000台、歩行者1万から26000人となっている。沿道は、銀行や企業の本支店が集中するビジネスの中枢で、両側には約970本のイチョウが植えられている。 読売新聞社選定の新日本街路樹100系1994年の一つにも選定されており大阪市のシンボルとなっている11月中旬から12月末まで全区間が未同筋イルミネーションとして木々が電球で彩られる毎年10月には1983年から2007年まで未同筋パレードが開催されていたが 大体イベントとして2008年から2013年まで、ウス筋、カッポ、2014年は、ドウ筋ジョイフルが開催された。2015年からは、ウス筋、オータムパーティーが開催されている。最高速度は平日午前8時夜間20時が、時速 50km、休日と平日の午後20時翌朝の8時が、時速 60km である。 大阪国際女子マラソンや大阪マラソンなど大規模なマラソン大会でのコースとして使用されることがある。路線データ、記録上、御堂筋ではなく大阪御堂筋と名が初めて現れるのは1615年、現下元年、大阪夏の陣の豊富方山島の追悼などを記録した徳島藩の大阪乱暴人を中土う海の町の中で捉えられた男女のうち、 男一人の居場所として、大阪御堂筋と記されているのが最初であるが、本来、名前は御堂筋であり大阪御堂筋ではない。江戸時代以来、正式に御堂筋と呼ばれた区間は、船場の内淡路町通り以南に過ぎず、淡路町通り北は、淀屋橋筋と呼ばれていた。これは、淀屋橋から南下した淀屋橋筋が、淡路町通りで終わり、 西へ少しずれて、御堂筋が始まるため、別の道路とみなされていたことによる。淀屋橋筋は、淀屋橋、土砂堀川を渡って、中野島へ出ることができ、現在のように一本道ではないが、大江橋、道島川しじみ橋、曽根崎川を渡って、曽根崎新地へ出ることもできた。一方の御堂筋は、長堀川への架橋はなく、島の内へ出ることができず、堺筋、 震災橋筋などと比べて、見劣りのする人通りの少ない道であった。大阪神戸間を結んでいた蒸気機関車は、1889年、明治22年には、東京、新橋駅まで結ばれるようになり、大阪駅は次第に大阪の玄関口として重要視されるようになった。1908年、明治41年には、現在の4つ橋筋が、 梅田南場間を結ぶ最初の南北幹線、道頓堀川以南の経路は現在と異なるとして、竣工したものの、下線上、堀江経由となり、基本的に大阪市電のために付設された道路で、福音も狭かった。かつては道幅6メートルの一般的な道路であったが、船場、島の内を経由する南北交通路の必要が、叫ばれるようになったことから、1919年、 大正8年に第6代大阪市長であった池上志郎は梅田南波間の梅田新道、淀屋橋筋、御堂筋を第一次都市計画事業の都市計画街路第一号線として延長 4km、福音 44m、24枚拡幅する事業計画を発表した。その後、東京交渉、元気と大学教授経て年、 大正12年に大阪市助役から池上の公認として第7代大阪市長に就任した都市計画学者カニ1はこの計画を池上から引き継ぐとともに将来を考えた都市政策を着々と進め都市計画により1926年大正15年から地下鉄三動筋線建設と合わせて総工費約算 375万円をかけて24間幅へ拡幅する工事が行われた。梅田新道が母体となる、淀屋橋交差点以北は、1911年、明治44年の大阪市で付設の際に12間幅に拡幅されていたこともあって、大江京北詰め交差点以北の拡幅工事は1927年、昭和2年に早々とこう。 大江橋以北の街路樹はプラタナスで、淀谷橋交差点以北には、大阪市電の軌道も残された。一方、淀谷橋交差点以南は、近世以前の3.3軒幅からの拡幅工事となり、用地買収に時間がかかって1929年、昭和4年に、ようやく着工し、1937年、昭和12年5月11日に竣工。 地下には電線を埋設し、大阪市発の市営地下鉄御道筋線も開通して、大江橋と淀屋橋は、現在の橋に架け替えられ、新橋、長堀川と道頓堀橋、道頓堀川が、初めて架橋された。淀屋橋以南の街路樹は、胃腸で、軌道がない一直線の目抜き通りとなった。そして、以前の淡路町通りの屈折もなくなり、梅田新道。 淀屋橋筋を合わせて前線御堂筋となった。このように、春行当初は中野島の南北で、趣きが相当異なっていたが、後年になって大阪市電は廃止され、大江橋以北のプラタナスも胃腸に植え替えられた。なお、大江橋以北には、胃腸とは別にクスの木も植えられている。御堂筋周辺の建物は、1920年、 大正9年12月1日施行の市街地建築物法に基づく百尺規制によりその高さが揃っている。1969年の建築基準法改正で規制が容積制になったため以降は大阪市が高さを指導してきた。1995年から御堂筋に面する外壁の高さが50メートル、10メートル後方部分が60メートルと指導される。二千七年、 平成19年2月から一部の地区で1階を公共の空間とするのを県に、後方部分の高さ制限が140メートルに緩和されている。1970年昭和45年により、梅田新道交差点以南で南行き一方通行を実施。2006年平成18年6月の改正道路交通法により導入された民間駐車監視員制度。 放置違反金制度で前線が最重要路線に指定された結果、沿線の放置車両が劇的に減少した。また、大阪市が2007年、平成19年4月に路上喫煙禁止条例を施行したのに伴い、7月に過量1 0円を徴収する喫煙禁止区域に未道筋の車道と歩道が指定されることが正式決定され、10月より施行された。2012年、 平成24年4月1日、国道25号、国道25号と国道165号との重複区間の梅田新道南場西口間約3 7トルが指定区間から除外され、国土交通省から大阪市に移管された。2018年平成30年3月30日、大阪市も参画する未同筋完成80周年記念事業。 推進委員会は、2037年までに、淀ド橋南波間、約 3km を完全歩道化を目指す提言案を取りまとめた。計画では、2020年、2025年を節目として、速度の廃止や渋滞への影響調査をしながら、段階的に歩道化範囲を拡大していく見込み。道幅がメートルと幅広で、全線が南行きの一方通行であり、 日本の道路としては、他では見られない特徴となっている。街路樹は、イチョウクスノキの他に、ケヤギ、プラタナスがある。地下空間には、地下道や、地下鉄が走る。淀屋橋から長堀通り、本町までの区間の歩道脇に、著名彫刻家のブロンズ像が立つ。旧淀川、道島川、土砂堀川には、全国橋梁設計工房一等の作品によって、作られた大江橋。 淀屋橋がかかる。沿道の中の島に大阪市庁舎と日本銀行大阪支店があり、淀屋橋から本町にかけて高さ31メートルに統一したビル群が立ち並ぶビジネス街となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。